こんにちは、粟田洋介です。今日は1月から6月までの猫カレンダーの絵を描いていこうと思います。カレンダーの絵ということで、その月その月の季節に合った絵を描いていこうと思うんですけど、その季節の絵を描くときの私のアイデアの出し方とか、あとちょっと気をつけていることを少しだけお話ししたいと思います。で、次回の動画では7月から12月の絵と、私がシリーズものを描くときに気をつけていることをお話ししたいと思います。では今日は1月から6月の半年分描いていこうと思います。まずは1月の絵ですね。乾かしてここに猫の絵を描こうと思います。なんかキャンバスがこんな風になったまんまで、これ乾く前は全体的に絵の具がついてたので、手で押さえるのも大変だったので、こう4箇所ピンで、こんな感じで4箇所ピンで留めました。動かないし描きやすいです。じゃあこれは1月の絵です。初日の出の絵ですね。初日の出っていうのは1月のお正月のイベントの一つですね。ありふれた題材なんですが、自分のスタイルで描いてみました。そのテーマっていうか題材ですね。こんな題材もあるのかっていうね、人を驚かせるようなものでもいいと思うんですけど、そうじゃなくても個性っていうのは表現できると思います。では次は2月の絵を描いていきます。2月のこれまだ濡れてるんで、隣で3月の絵を描いていこうと思います。1月に初日の出、2月にハートでバレンタイン。とてもありふれた題材なんですけど、3月もありふれた題材でいこうと思います。
2月はこんな感じですね。バレンタインの絵です。バレンタインというね、イベント的なことの他に2月なので冬っていう季節感もちょっと表現してみました。で、今度は3月の絵を描いていきます。3月の絵はこんな感じです。セントパトリックですね。セントパトリックもありふれたアイデアです。題材だけじゃなくて構図とかもすごいありふれてるんですけど、春の季節感と、あとは私らしいスタイルで描けばんじゃないかと思っています。では次は4月の絵を描いていきます。4月の絵ですね。まあさっきの3月と同じように春なんですけど、もうちょっと暖かくなったようなイメージで描きました。4月はエイプリルフール。まあこれもありふれたイベントですが、ちょっと楽しそうに口を開けた猫とか蝶々とかお花を描いてみました。今日はちょっと絵を描いている時に来てくれたんですけど、最近うちの猫は自分たちのことで忙しくて動画にあんまり出てこなくなっちゃいましたね。もしかすると私の猫を見るのが楽しみな方もいらっしゃると思ったので、陽介ズキャッツっていう新しくサブチャンネル、猫 YouTube チャンネルを始めました。動画の最後に登録ボタンが出てくるので、あと一応概要欄にもリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってください。それでは今度は5月の絵を描いていきます。
これが5月の絵ですね。イベントってわけじゃないんですけど、ちょっと季節感を出してみました。実は1月、2月、3月、4月って全部違う色で描いてみたんですが、4月は青を使っていて、5月も青を使っています。ですが違うタイプの青を使って、なんか違う色って感じで出ているんじゃないかと思います。こうやってカレンダーでめくっていった時に、なんか違う色、違う色、違う色で、なんかこれも違う色って感じに見えるんじゃないかと思います。次は6月ですね。6月の絵がこんな感じです。まあ日本は6月といえば梅雨の季節ですね。なので雨が降っています。私はこの梅雨の季節のグレーの空と淡いグリーンの大地、その色の組み合わせがすごく綺麗だなと思っています。こんな感じで、これあと6枚完成したら、はがき台の卓上カレンダーを作ろうと思っています。そんな感じで、私が季節の絵を描くときは、その時期のイベントとかモチーフ、それから景色ですね、また季節に合った色合い、そんなものを使って季節を表現しています。実は何年か前までは絵で季節を表現するなんてことをしてなくて、服とかに絵を描いて販売するようになってから季節感っていうのを考えるようになりました。それまでは私の好みで、私の作品っていうのは夏っぽいものが多くて、その頃委託していただいてたお店で、これから冬になるのに夏みたいなものばっかりだって言われて、それからいろいろ考えるようになって、それで絵画とかにも季節感とかを取り入れていくようになって、なんか自分の表現の幅が広がったような気がします。さて次回は7月から12月の絵を描きながら、シリーズの絵を描くってことについて少しだけお話ししたいと思います。よかったらご覧になってください。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方は、動画作りの励みになりますので、グッドボタンなどを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録などをいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。